最後にちょっとキザな感じが鼻につく。これまでのあらすじ。神の乗り物ケトスを呼び寄せたエナたちは、魔王の闇を払う力を手に入れるため、天空に浮かぶ神の民の里を訪れる。一行はその島にある太陽の神殿で神の民の子供と出会う。その後、聖なる種火を手に入れたエナたちが神殿にある三本の苗木を調べると、鉱石とハンマーを集めた勇者浪士たちが大きな火事場で剣を鍛える様子が映し出される。それが勇者の剣を作る光景だと知ったエナたちは、魔王を倒すために自分たちの手で新しい勇者の剣を作ることを決意する。一行は剣を作るために必要な材料と、それを鍛えるための火事場を求めて旅立つのであった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえずサマディまで来たんやけど、なんかもうめっちゃこの世の終わりやんね。やばいよね。とりあえずサマディ王に話を聞いてきたいんよね。サマディ王、サマディ王はどこにいるの？このな、ここ？どこね。サマディの人々は神話にある通り、勇者の星がロトゼタ氏を守る神聖な星だと信じてきました。しかし、勇者の星のマグマガしい姿を見て、あの星は神話にあるような尊い星ではないと考える人が多くなっています。私にその真偽はわかりませんが、あの星について何か情報を得たいなら、城にいるサマディ王にお聞きください。城はどこから行くんでしたかね。あの中か。どうしたもんか。知らないよ。何？俺は昼と夜の違いがわかる男。夜の勇者の星は綺麗だぜ。よくわからんけど、まあそうなの。おお、勇者の星が落ちる。邪悪なる星、神を滅ぼした憎き勇者の象徴が落ちるのだ。ついに終末の時が訪れた。ふはは、愚かな民衆よ。世界滅亡の時を待つがよい。どうした、大丈夫？中二病とかじゃない？よし、これで。あ、入れるね。どうも。サマディは突如落下を始めた勇者の星について広く情報を求めています。もし何かご存知でしたら、どんな些細なことでも良いので、サマディ王にお伝えください。了解です。お伝えしてくるね。どうも。あなたはいつぞやの冒険者ではないですか。もしや世界を旅するあなたならば、勇者の星について何かご存知では。王様は勇者の星について、国中の学者から情報を集めています。何かご存知なら、今すぐ王様にお伝えください。はい、了解しました。とりあえず、この正面かな。ここを登っていけばいいの？もうなんかいろいろと忘れたよ。まあ、でも大体そういう感じよね。城って。なんとなく。あ、ほらほらほら、おるおる。何話してんの？ファーリス、危険な真似はよすのだ。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディに民を安心させてみせます。またなんか、ねえ、口だけ。大丈夫？ちょっと。無視してく？ちょっと。気づけ。どうも、王様、お久しぶり。おう、アイナではないか。いつぞやファーリスが世話になった。ああ、なんと、そのご尊顔は、何知ってるの？久しぶりだな、サマディ王よ。ユグノは忌まわしき災厄が襲ったあの日。四大国会議の日から16年ぶりになるか。ロードの事情はすべて聞いています。勇者がロトザス社に災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。あ、そっか。そっか、立場的にそりゃ知っとるか。デルカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。まあ今となってはね。もう良いのじゃ、顔を上げよ。すべてはデルカダール王に取り付いた、ウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。ロードの、ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。勇者の星に結界が？そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい。それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。
アイナ、わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロードの、バクラブ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーレスのことが心配で、まあね、突っ走るタイプやけんね。てかむしろ一緒に行くんかと思うよとは違うんや。ありがとうございます。赤色を防ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。まあ任せておいてよ。サマディ城下町を出て西へ進むとバクラバ先への赤色がある。うんうん、まずはそこに向かうと良いぞ。オッケー、西ね。ファーリスのことは心配ですが、あの子ももう大人の男、自分のことは自分で決めるべきです。私はあの子が自分の役目を果たす姿を母としてただ見守るだけです。ね、何してんの後ろで。さっきからめっちゃ気になるんだけど。ちょっとあっち側行けないの？こっちから行けるんかな。ちょ、なんか見えるのにさ、飛び越えれるとこと飛び越えれんところがあるっていうのがちょっと。何をやっているのですか、あなたたちは。あなたたちというかあなた。勝手に城に入ってきたそこの男を注意しているが、全くこちらの話は聞かん。どうやら勇者の星を見るため、バルコニーまで来たらしい。やれやれ、困った男だ。城の警備そんなもんなん？怖っ。イエーイ、ヤッホーや、絶対頭おかしいやん。つまみ出せ、つまみ出せ。こんなんどでかい星を間近で見られるなんて、男の血が騒ぐぜ。まあ、間近だけどもさ。やれやれ、困った男だ、ぐらいのもんで済むんやね。城に侵入するのって。やばくないですか？ちゃんと警備しろよ。さあ、とりあえず、この町を出て、西だ、西。さあ、ここから、ちょっと馬。よーし、行くぜー。西の方角ね。そっちに行ったら、バクラブ砂丘。さあ、向かいます、向かいます。ダッシュダッシュ。弾き飛ばすぞ。この先ってことかな。へい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 。いいね、馬での移動は楽だから。小結び産地に来たよ。あ、でもここが関所か。ここから北東に向かうとホムラの里、西はサマディ王国の領地となっている。ホムラの里の近くでは化け物が出たというし、サマディ王国はバクラバ砂丘に星が落ちてきたとかで騒ぎになってるらしい。北東と西、どちらに向かってもあまり休めそうにないが、宿が必要なら好きな方へ行くがいい。待って、これはさ、そっち側から見てっていうことよね。ちょいとお待ちを。待って待って、これこっちで合ってる？なんか違くない？なんか違くない？ちょっと待って。バクラバ砂丘、私全然違うところにおるんやけど、怖っ。待って待って待って、怖い。何？恐ろしい。正反対の方向に向かっていっとるやん。バクラバ砂丘はこの先、この先に関所があると。ちゃんと地図で見んとね。西、私なんか地図上でその方角を見たりとかするけんさ、西イコール左としか思ってないよね。やけんさ、町を出てすぐに西、まあ、東に、東？左に向かったけど、地図で見たら全然違ったな。ちょっと待って、こっちじゃない？ここやん、ここここ。はい、関所、なんか揉めてる？なんか揉めとるな、どうしたどうした。何やってんの、学者？ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか？いやそれは。王子ちゃん久しぶり。あ、アイラさん、シルビアさん、久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。王様ちゃん。あの星を調べるためにここに来たんでしょ？ずいぶん成長したじゃない。それほどでも。王子たち仕事をしてるだけさ。でも皆さんどうしてこんな場所に？まあ、今のところちょっと腰抜けな感じは見えてないよね。俺たちがここに来た目的はお前と同じ。勇者の星の調査に来たのだ。あ、
あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの部隊に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。おお、絶対嬉しいやろう。ああ、グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。じゃが時に応じよ。その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさん、そうなんだよ。学者がおじけついちゃってさなんかさ、それぞれの人に対して全然喋り方違うけど面白いねさすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。ではお主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう、助かるよ。多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。お、普通に通ってったよ、大丈夫なん。ちょっと結局ね、王子をお願いします。本当に申し訳ありません。一緒に行きたいんですが、どうしても恐怖で足がすくんでしまって。王子は砂丘の中央にあるバクラバ砂丘へ向かいました。どうか王子をよろしくお願いします。了解。まああなたはいけないんだね。赤軍っていうのはあれのことかな。あ、これも前なんか学者さんを、あ、もしかしてあの人前にね、この中になんか一人学者おったよね。なんかよくわからん人が。もしかしてその人がここから出てきたってことかな。え、何、びっくりした。何してんのかと思った死んどんかと思ったやん。焦るしかも一瞬ね、王子とも思わんかったやけどちょっとちょっと、王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい。みんなもやってみなよ。まあ楽しそうではあるけど。誰も寝転ばんのかーい。すごいな、なんかめっちゃ星なん、あれ。本当に機械っぽくない。なになになに。おお、またまたから王子ちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。さあ、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。あーあーああ、顔が踏みしゃがれた。わざわざあいつは人の上を通っていくよね。何、どうした。何があったの。何か知らせたいの。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか古代のロマンを感じるわ。まあ、飾りではなかったのかもしれんね。なになになに、どこかへ向かう。何かが起きる。なんか星と共鳴するとか。なんかしよりよ、光合成的な感じじゃないあれ。ふん、確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。どんな感じで。ちょっと星を直接そんな風に見て大丈夫。目焼けない。なになになに、何かが起きそう。え、起きんのかい。でもなんかそこにおるの気になるよね。すごい迫力だな。しかしすごい迫力だな。こんなに間近で勇者の星を眺められる機会なんてそうそうないよ。アイラさんもせっかくだから遺跡の真ん中に立って眺めていくといい。これは迫力満点だよ。もう少しじゃ。まあそう焦るな。もう少しで解読できるからおとなしく待っておれ。遺跡の真ん中ってここやん。こいつがおるとこやん。見えんし。え、ちょ待って、見えないんだけど。町からの方が見えたよ。ちょ待って、見えないんだって、こっから。どういうことやねん。ねえ、君。君、僕が見えるのかい？とか、話し出さん。はあ、話し出した。私が見えるのか。見えるよ。それでは、お前が。何？敵？敵？アイラちゃん、どうしたの？独り言なんて珍しいわね。独り言じゃないよ、ここに。え、いない？おるやん。ちょ、続きを話せ。過ぎ去りし時よ。さあ、我が元へ来たれ。なになになに、なんか手増えたし。え、何が起きてるの？ちょっと何、何が起こったのよ。見ろ、星が。落ちてきよる、落ちてきよる、落ちてきよる。ちょ、え、
めっちゃ近づいてきよるよ。大丈夫あれ。ちょ、逃げんといかんのやねん。ちょっとちょっと、星が落ちてくるじゃない。めっちゃゆっくりやけどね。え、やめないの？ちょっとおじいちゃん。いや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 。なんか来た。誰？正義のヒーロー？でも悪っぽかったけど、ちょっと。どうさま、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。待って、もう少しだ。もう少しであの文字が読める。ちょ、死ぬよ。絶対ああいうタイプの人って死ぬまでああいうことするんよ。に、つ、ぜ、る。ん？何？ファ？老様、もう限界です。さあ、早くこちらへ。いや、てか、あんな巨大な星が落ちてきたらさ、多分、ちょっと横に避けたぐらいじゃ、普通に死ぬと思うんやけど。なに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 、なんか文字消えたよ。今度は何なんだよ。誰？何？敵よね、きっと。ぬーん。水ゼルファ。水ゼルファって何？なんか今までそんな言葉出てきたっけ？星吹っ飛んだ？え？消えたことない今。なに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 ？え？やっぱりヒーロー？ヒーローなの？これで世界は我のものなり。いや、敵だな。何？誰なの？星もなくなったし。あれは魔王の剣。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか？それに、あの剣を持った魔物は一体。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマリを救ってくれたんです。パッと見そんな感じに見えるけど、でもめちゃくちゃ邪悪な気を放っとったような気がするけど。これでサマディは安心だ。王国のみんなもほっとしているんじゃないかな。いや、文字とかはどうなった？じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。アイヌさんも何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。最後のちょっとキザな感じが鼻につく。でも、どうなん？何あれ。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ？ん？途切れ途切れじゃなくって、それ続けた文字ってこと？それじゃあサマディの王様ちゃんに、ニズゼルファって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。ふんふん。ニズゼルファ。あれってかさっきのあいつはどこ行った？あの小人、オリアン。何？こいつの中からできたものってこと？違うよね。え？消える？あ。力尽きそう、なんか。え？消えた？いや、消えてないよ、まだ。え？大丈夫？え？どうしたの？まだ体の中のその炎みたいなの。ほら、なんかずいずいいいよるって。なんで返事しないの？どうしたんだ？何があったんだ？ちょ、待って。とりあえず、サマディ行こう、サマディ。置いてくよ。もうなんか明るくなったね。音楽までめっちゃ明るくなったね。皆様お疲れのところ申し訳ありませんが、王様が勇者の星に何が起こったのか報告してほしいとのことです。王様は玉座でお待ちしています。よろしければ城へお迎えください。了解。まあね、多分何が起こったかっていう部分はあのあっこにおった人たちじゃ分からんと思うよね、私じゃないと。なんか謎の微生物が、微生物ではないか、謎の小動物が何かしらつぶやいてね、あの星に放ったっていう。いやいや、あなたは王子様の恩人、勇者の星が砕け散ったことについて何か知っているのでしょう。王様のお手をお寄せください。王子様は先に玉座へ向かいました。了解でーす。あー、Bダッシュがしたい。このね、なんか走っとんやけど、すごいふわふわふわって感じでさ、ゆっくりゆっくり走るのやめていただきたいよね。もっと、もっと走れ。めっちゃ語りよりやん。あー、イナさん。ちょうど今、父上に救世主様のことを話してたんだ。よかったら、イナさんも、バクラバサキでもお聞きしたことを、父上に話してくれよ。まあ、君が言ってることとはちょっと違うけどね。またあの男おりやん、後ろ。
お二人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕けちったので心配していたのですが、無事で何より。フォアリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界には水ゼルファ、そう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。水ゼルファ、聞き覚えがありませんな。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが。仕方がない、わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロードの魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕がアヤナさんの力になるからさ。そのキラーンっていうのはいらん。はい、いかんいかん、忘れとった。ロース様が持っていたハンマーについてサマディオンに尋ねてみるとしよう。あれ、王子どこ行った？おや、アイナとロードの、わしに何かご用ですか？サマディオよ、漠然とした話で申し訳なのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代、サマディに会ったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おう、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか。ファーリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。お、くれるんすか。てかそんなハンマーハンマーって言わんでも代々伝わるものならパッと思い浮かぶやろ。おお、それ、おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見たロウジ様が持っていたハンマー。父上、いいんですか？これって来年のファーリス杯のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。売るな売るな。バカモン、黙っておれ。ごほん、あゆなよ。ガイアのハンマーは祖父の時代からサマディオックに伝わる貴重な宝物だ。しかし、今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。お願いします。行商人になんか売らないでください。アイナはガイアのハンマーを手に入れた。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けば、どんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王大地の旅、頑張ってくださいね。いい報告、期待してますよ。ありがとう。ムカつくけど、ありがとう。で、あれ？お、後ろにいた男はいなくなったの？つまみ出された？なんかおらんくなったことない？あ。なんか話しよる。勝手に城に入ってきたそこの男、やっと城下町に戻ってくれるようだ。星が壊れる様子を見て満足したらしい。しかしあの恐ろしい光景を見て恐れるどころか興奮するとは。世の中にはいろいろな人がいるものだな。あんちゃん見たかい？あのどでかい星が壊れる様子を。俺はこのバルコニーでまじまじと見たぜ。あれを最高のロケーションで見られたんだから、もう悔いはない。そろそろ城下町に帰るとするか。自由だな、なんかすげえわ。いやでもね、何の危険もない場所からあの様子を見たっていうのはなんかすごくいい経験だと思う。てかあのハンマーさ、大地の精霊の力が宿ったみたいなこと言ったけど、あの黒いやつは大地の精霊ではないの？違うの？なんかぽくない？名前的に。なんとなくそんな感じせん？違うんかな。まあ、とりあえずこれでハンマーは手に入れた。これでまああとは残りの2箇所に行かんといかんわけやね。どうした？勇者の星の落下でサマディア滅び、世界が恐怖に包まれると思ったのだが、まさか砕け散るとはな。一体いつになったらこの世界に終末の時が訪れるのか、もう待ちくたびれてしまったぞ。なんでそんなに世界の終末を望んどん？死にたいの、あの人。自分だけ死ねよな。人まで巻き込まないでほしいよね、ほんと。ああいう感じの人はすごく嫌だ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、一応これでなんかサマディは平和になったけど、あれが何なんかわからんよね。多分、余計大変なことになる気がする。絶対悪やもん。